僕よく釣りの魅力とか例えばアウトドアの魅力とかいろいろ聞かれるんですけど、究極はもう分からないっていうのが答えだと思うんですよ。なんで好きなのか分からないからっていうのが答えなのかなと思ってて、なんかもう DNA レベルで好きなのかなっていう感じですかね。自然の体験が人間の身体と精神に与える影響には常に驚かされてます。自然とのつながりをもっと多くの人たちに体験してほしいと思ったのがカムイをスタートするきっかけですね。今日山下健二郎さんとこの素晴らしい体験ができるのが楽しみです。僕は小学校の頃に休みの日使って親と一緒に釣りに行ったりとか、でそこからどんどん友達と行くようになったりとか、いろんな場所によってその景色も風景も違うし、こう生き物と対峙してなんか自分の中で想像して、あここにいそうだなここにいそうだなっていろいろ考える時間が僕すごく好きで、なんかワクワクして釣りの前日は寝れなかったりとかするんですけど、なんか最高の趣味に僕は出会ったなと本当に思います。関さん、僕は今いろんなアクティビティをするガイドとしているんですけど、このフライフィッシングっていう川の中でやるアクティビティ、この川っていうフィールドでどうやって遊んでもらってみんなで守ってもらうためにこうしなくちゃいけないようだとか、そういうメッセージをフライフィッシングっていうこの道具を使った釣りで皆さんに伝えてるっていう形ですね。この岩菅山は誰も手をつけてないすごい大きな森なので、あの植物たちが水を溜めてくれてるので、その水が本当に川に落ちてるっていうことで一番きれいな状態を保てないかな。日本って自然豊かですし、やっぱり太陽を浴びることによって今日も一日頑張ろうって気持ちもなるし、自然と触れ合う時間っていうのも大切にしてますね。フライフィッシングっていうのは道具を使うスポーツなので、いろんな投げ方を練習しなくちゃいけなくて、でもいっぱい失敗もしなくちゃいけなくて、釣りって釣れても釣れなくてもいいんですよね。僕は失敗したら結構なんかラッキーって思うタイプで、なんかそれで自分がプラスになるなと思ってて、なんかまずはやってみたいって思ったらまずはやってみる。ダンスも僕最初そういう感じ始めたので、だからやっぱり好奇心とか何かやってみたいなとかチャレンジするってとても大切だなって思いますね。こんなにとか流してんのにやっぱり同じこうアウトドアっていう好き者同士が集まると打ち解けるスピードも速いし、やっぱり趣味ってなんか僕にとって本当に人生にとって本当に仕事よりも大事なんじゃないかなと思ってて、こういうとこ行ってあの人と一緒に釣りしたなとか、あんな大きい魚釣って食べたなとか、やっぱり大切な趣味があって人生豊かになるなって思います。